の状況は。はい。はい。わかりました。どうすればいいですか。ここですか。報告します。任せてください。この発想、違います。それは危険だ。はい。悪い悪い。最近里の周りが物騒でな。常に警戒しなきゃならないと。風影様、ご苦労だった。いいえ。風影様。この旅の援助を言う風影様の兄である。わかりました。すぐに勘九郎さんの方へ。任せてください。